疲れ様です。お、三つで折りたためるやつが、二三倍の。あ、まあ天橋まで行きますっていう感じが多分。遠いかな、これ火遠い気がする。いや大丈夫やね、大丈夫ね、こんぐらいなら。今この五徳を間に入れて高さを足したんや、うん。もうこの付録のくせに。いや、やっぱ湿ってるね。この間の丸株さん状態になってしまう。動画を撮るんだ、動画。いや、今の言葉入っとったけ。丸株さん、言われとるよ。仕事頑張ってるのにね。一回つけばね、もう。そうなんですか。あの、メインのやつ。丸株さんに笑われてしまうんで。丸株さん、言われよるよ。光の道ができてきた。ちょっと夕日とオートバイ入っていいですか？
夕日とオートバイ撮ってもいいですか？あ、いいですよ。うん、えい、えい、ベーストロームや、すげえ、全部ベーストローム2台おる、えい、なんか知らんけど俺もテンション上がるしかも全部俺の色一緒やったしね、みんな赤やってん、俺のも向こうの2台も嬉しい。ちょっとあの事件が起こりまして、あのベンチ置いてあるとこあるじゃないですか、あそこに蜂の巣がございまして隊長の奥さんが刺されました、まあ、とりあえず大丈夫ということで近くのコンビニに今から向かうところですね。でその刺した蜂は隊長が撃退しました事件ですね。私はこんな一発です、素晴らしい焚き火をかけるんでしょう。コウスケ君がとこだけ映えてるから、ランタンつけようだろう。めっちゃ火力強いって風に強いんだけど、欠点が真ん中にしか上がっていかないからテフロンになると一発でやられる。お、真ん中だけ温度上がる。ナジュをいただくのだ。こういうのもさ、 GoPro が来たらさ、こうやってやりやすくなるの。いやでもやっぱあの画質はかなわんすよ、そのコンデジにも。やっぱこっちの方がいい。全然いいっすよ。あ、そう。おいしい。自分で食うのは、まあ、正直適当っすね、うん、いや、そんなもんよ、まあ、そんなもんだよで、人が美味しいって言ってくれんと作る気せんよね、やっぱ。あ、美味しいって嘘でも言ってくれたらやる気が出るね。アリが溺れてる本当だ、アリ地獄になる。このまま食べていい？はい。
映えですね、これ。映えてるぞ。10分間燃えるんだって、こうやって。綺麗やん。これも100均ですか？100均。投入するだけ。
Thank you.
It's nothing new, but it's so good to see you.